俺の名前はヘズマリュウ、山口県在住の YouTuber だ。渋谷から山口まで車で11時間、 YouTube の動画撮影も楽じゃないね。なんでわざわざ渋谷に来てるのかって、じきにわかるさ。ねえ、あれって有名 YouTuber のなおちゃんじゃない？あ、ほんとだ、サインください。はい、こんにちは、なおです。シャキーン。いたな、今日のカモが。俺の目的は渋谷であいつのような有名 YouTuber を見つけるため。そしてヘズマリュウです。メントスコーラお願いします。え、誰？あなたのこと愛してるんですよ。コラボお願いします。いや、だからもう私怖い、帰る、気持ち悪い。メントスコーラ、メントスコーラお願いします。いい加減にしないと訴えるぞ。警察は民事不介入なんで。自分とつりたいんすよ。動画を回したいんすよ。回して自分の売名になるんすよ。この動画落ちないんすよ。だから早くメントスコーラお願いします。知らねえよ。あ、行かないで。ヘズマリュウとメントスコーラお願いします。コラボ希望です。何あいつ、キモ。今日も最高だったわ。底辺 YouTuber にビビって逃げ出す有名 YouTuber とか傑作でしょ。うわ、早速上がった。動画が伸びてるな。て、低評価多すぎ。これは謝罪動画に見せかけた煽り動画アップ確定。目に物見せてやるわ。さあ、俺は有名 YouTuber に迷惑行為を繰り返す炎上系 YouTuber なのだ。俺はデビュー当初からこのスタイルを貫いている。仕事も辞め、 YouTube 一本でやってる俺には怖いものなしだ。うわー、この前はとある有名 YouTuber の家に押し入ってコラボを依頼したら警察を呼ばれた。視聴者からの評価も最低で、10人のうち9人はドン引き。でもな、過激なことをすれば再生数とチャンネル登録数が伸びるのは YouTube の真理なんだよ。何のスキルもない底辺 YouTuber が夢をつかむにはこれが一番なのさ。コラボしてください。これが僕の愛の形なんですよ。メントスコーラお願いします。って、痛い痛い、助けて。その後も俺はあらゆる人物に迷惑行為を行った。たまに反撃を食らうこともあったが、それすら動画のネタだ。いでで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 、今日は誰をターゲットにすっかな。あ、あいつにするか。あ、あいつは確かチャンネル登録数150万超えのロファエル。白い仮面をかぶったイケスカないやつだが、絡んだらネタになるぞ。すいません、底辺 YouTuber とコラボしてください。あと仮面の中身見せてください。あ、やめろよ、警察呼ぶぞ。警察は民事不介入なんで、これは僕の愛の形です。やめろや。ごめん。お前、覚えとけよ。へえ、捨て台詞吐いて逃亡かよ、だっせ。まあいいや、動画のネタは十分撮れた。お、伸びてる伸びてる。さすが有名 YouTuber ロファエル様は違うね。うん、あなたは最低です。俺より動画再生数伸ばしてから言ってみろってんだバーガー。数日後、今日も渋谷で YouTuber に絡んできてやったわ。ん、なんだこれ、訴状だと。誰だよ、俺の健全な活動にケチつけるやつは。って、ロファエル、あの野郎。これ以上犠牲者を出さないためにヘズマリュウを訴えます。これは確実に有罪です。俺を訴えるとかいうどうでもいい内容を動画にしやがって、それでまた金稼いでるんだろうがクソが、同じ穴のムジナだろうが。その後、弁護士から連絡が来て、訴訟しない代わりに誓約書を書かせようとしたが、直前でドタキャンしてやった。訴訟がどうなるかなんて知ったこっちゃない、ざまあ見ろ。とはいえ、このままじゃまずいな。他にも訴えるとか言い出したやつがいるし。ん？新型ウイルスの自粛に従わない店舗が問題になってます。これだ！おい！なんで自粛中に営業してるんだ、パチンカスが！やめてください！肖像権の侵害ですよ！わぁ！パチンカス！お前らジャンキーやろが！おら！クソ雑魚が！おら！こうして、俺は社会の闇を暴く YouTuber として、自粛に従わない様々な店舗に突撃した。俺の友人がぼったくり価格で買わされました。返金お願いします。路線変更作戦は大成功。今までの低評価から一転し、再生数やチャンネル登録数もうなぎ登り。このまま行こうと思っていたが、なんだお前ら。あんちゃん、喧嘩売ったらあかんところに売ってもうたな。とりあえず財布出せや。なんで？はよ出せや、こら！ヒヒ！今、反社の人間数人にボコボコにされ、財布を取られました。YouTuber やパチンコからも訴えられ、多分逮捕されます。チャンネルもバンされました。お母さん、お父さん、ろくでもない息子に育ってすいません。
ついに引退かよ。自業自得だな。数日後コラボしてください。メイントスコーラお願いします。懲りたかと思ったか。なわけないじゃん。何度も言うが、過激なことをすれば YouTube の再生数とチャンネル登録者数が伸びる。これは真理なんだよ。チャンネルバンされても新しく作り直せば OK。 やめろや、鬱陶しい。警察は民事不介入ですよ。メイントスコーラも持ってきました。僕の愛の形です。俺はこれからもこのスタイルを貫く。 YouTuber として成功するか破滅するまではな。